フトバンクホークス優勝おめでとうございます。おめでとうございます。このこういうタイミングで番組やるって初めてですよね、うん、初めてだね。なかなかないですよね。さっき決まったんだもんだってね。最速なんですよね、こういうの決まるの。らしいですね。で、今福岡ではこの放送は流れていないと。 KBC 九州文化放送では流れていないということで、はい、なんと今日はちょっと残念ながら福岡の人はリアルタイムで聞けないかもしれないんですが、そうですね、ただわずかにラジコプレミアムに入っている方は聞いてる可能性があるわけですよ。あ、なるほどね。そう、じゃあ福岡の人は福岡にいてどうしてもこっちが聞きたい、この久保の大町が聞きたいという人はだいぶ頑張ってるわけですね。今厳しいはこのままソフトバンクの方のなんか、まあ、優勝の特番が行われているそうなんですね、はい、さあそれをかいくぐって私たちの番組を聞いてくれている方になんと朗報です。はい、福岡枠がしっかり用意されたプレゼントを今日は用意しました。はい、というわけで今日のプレゼントはダン！オールナイトニッポンゼロ時代、オールナイトニッポン一部時代をまとめた本、久保光郎との松峰子がオールナイトニッポンやってみた！なんと再び重版かかりました！おめでとうございます！いやプロ野球選手は一番優勝は嬉しいけど、うん、出版にかかる人はみんな重版が一番嬉しいからね。そう、もう重版は優勝並みに嬉しいから、優勝ぐらいです。何度だって嬉しい。そうなんです。もう、アキラの単行本とかもう何百ずりいってるから。そりゃ嬉しいです。もう何百回だって嬉しい。3ずり。なんですね。なので、9月15日からもう世に一応出回っているそうです。3ずりは、はい、私たち秘書で作った本ですけど、なかなかこういう本が3ずりかかることないんですよね。ないんですよ。すぐ書店から消えるのなんて私たち知ってますよ、そのぐらい。そうだよ。でもまだまだ売ろうと思ってくださる、サンキュー、はい、宝島社、宝島社って、10回言ってみて。宝島社、宝島社、多分言えるからいい。言えるの？言えると思う。というわけでお買い上げいただいたラフレドメ、そして番組を知らないにもかかわらずご購入いただいた皆様のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今日はこちらの単行本にサインをして、はい、このリスナーの皆さんにプレゼントしたいと思います。でこの5冊ご用意しまして、はい、そのうち1冊1枠は、はい、なんと福岡の方のみに。福岡県と住所をちゃんと書いてくださいね。書いてください。はい、かいくぐって、この、いろんな、この、いろんな、まあ、電脳世界をかいくぐって。そうなんですよね。それをかいくぐって聞いてくれる人にあげたいと。あげたいと思うので、一人はもう福岡確定ですので、はい、福岡の方、ぜひぜひ。今日送ってくれたメールの中から選ぶって感じですよね。はい。はい。今日、まあ、テーマについては、この後言いますけれどもね。はい。では、とりあえず、まあ、行きますか。行きます。もう、まだ。なんか、私、今すごい福岡モードになっちゃったけど、本当は気持ちはもう青森に置いてある。そうだ。まだ全然。ピチって切れたけど今 BGM が。うん。全然心が青森だまだ。私も青森のこと忘れらんね。そうなんだよ。なんか西日本出身の久保さんまでちょっと東北なまりがナチュラルになり始めてるんだよ。なんか青森のこと全然忘れらんね。忘れらんねえよね。なんでだろう。あの音程っていうか、しみじみとこう、うん、しみじみとなんだろうね、少し猫背になって、うん、そして横隔膜閉じる感じで、そんな喋り方なのか分かんないけど、分かんないけど、なんか九州のいやーソフトバンクハウス買ったばーいみたいな感じとは違う、うん、違うよ。あーよかったなーって。寒いから口もあんまり開け寝で喋るよ。しみじみと、しみじみと、私たち青森に行ってたんですよ。そう、夏の魔物っていうフェスがあってね。フェスがあったんです。フェスがあったんですよ。汚す山っつうね、ところで、うん、山でミュージシャンっつうのかな、アーティストっつうのかな、うん、今はああいうのをたくさん集めてフェスをやってんです。今フェスをやってんですよ。そこ3年連続通ったんですよ。3年連続3回目の出場でございますよ。いやー、ね、嬉しいね。なんで私たち呼ばれるのか全くわかんないけど、ミュージシャンでもないのに。でも遠くとなんかすんごいいっぱいミュージシャン呼ばれて来てるのに、うん、でなんか下手すると15分しか枠がない人とかもいるんですよ。その中でね、私たち1時間も撮ってもらってね、もう吉田豪さん、杉作慈太郎さんよりちょっと長いんだよ。ちょっと長いぐらいやらせてもらってね。いいのかなって。本当ですよ。しかも喋ってること全く普段と変わんない。全くもうこのラジオでちょっとできないぐらいのトークをやってるっていう感じですよ。でもいっぱい来てくれた。パンパンになるぐらいパンパンいっぱいいた。パンパンに来てくれましたね。ありがたいな。まあそこからまあ久保さんは一泊して帰って、うん、私だけはなんとプラス3泊もして、そう、合計4泊も青森に出てしまったので、まだ心が青森に置いてあります。いやー、まあでも
あの、福岡のことも考えなきゃいけないし、大変です。大変、わかる。あの、青森の人だけをひいきにしてしまうとね。また曲がかかり始めた。よかばい、よかばい、優勝、嬉しくばい、今日は中洲が燃えるばい。燃えるばい。ばい。誰が抱けるかね。中洲で誰は抱けるかね。誰は抱けるね、もう。でも、よか、大でよか。大でよかけん。大でよかけんね。もうラーメン食って帰ろう。始めましょう。はい、よし。こんにちは。どうも、シネコのオールナイトニッポンゴールド。こんばんは、漫画家のくぼみつろうです。こんばんは、自称漫画家の能町みね子です。くぼみつろうの能町みね子のオールナイトニッポンゴールド、今日のメールテーマは3にまつわる話。はい、1、2、3の3ですね。数字の3。はい、久保光郎と能町みね子がオールナイト日本やってみた3釣りにちなんで3にまつわる話を教えてください。はい、3個3人3時間3種類第3位3にまつわる話いっぱいありますね。3でバカになる人いたね、今思い出した。あ、いた。本当に忘れてたわ。いたね。もう今バカになってない。バカになってないよ、なんか落語さんになっちゃったもんね。ああ。そう、今日、まあ、メール送ってくれた方の中からフィーリングで3入り久保光郎と能町みね子がオールナイトやってみた3釣りと、お、そうだ、そしてもう一つなんとプレゼントがあるんですよね。あります。さらに今回の重版に合わせて私久保光郎の初期作品、そして能町みね子さんの 初期作品も重版がかかります。はい、はい、これは別に私が LINE 漫画とかで出ている久保光郎初期作品集じゃないです。もっと初期のがあった。もっと初期の発掘されたんですよ。はい、小学生の頃出しました久保光郎お菓子のレシピ本、そして能町みね子4歳から5歳の作品、水は虹の味、骨は食べれる、そしてラジオでもテレビでも発表していない亀の山。何、未発表作品。未発表作品まで出てきました。吸ってはいるけどみんな読んでないっていう。そうなんです。こちらの重版、別名コピー本を、はい、全部セットにしてフィーリングで5名様、うち1名福岡県限定でプレゼントします。はい、はい、これはこの、はい、オールナイトニッポン本5冊と、5冊全部セット、オールナイトニッポン本と私たちの初期作品を全部セットっていうのを5セットね、5セットプレゼント、ね、5セットプレゼント、うち1セットはの1枠はまあ福岡県民、はい、いいですね。プレゼントが欲しい方は住所、氏名、年齢、電話番号を必ず書いてメールを送ってください。メールアドレスは久保との町の頭文字 KN アットマークオールナイトニッポンドットコム、 KN アットマークオールナイトニッポンドットコムです。久保光郎能町みね子のオールナイトニッポンゴールド、この番組は東京中央区有楽町日本放送キーステーションに全国20局ネットでお送りします。久保光郎能町みね子のオールナイトニッポンゴールド、今夜の1曲目、ブラックビスケッツでタイミング。久保光郎能町みね子のオールナイトニッポンゴールド、ツイッターアゲイン。はい、私たちのツイッターにまつわるエピソードを取り上げてこの1週間を振り返るコーナーです。はい、はい、ちょっと先ほど私 KBC 間違えていました、九州文化放送と言って間違えました。正しくは九州朝日放送ほうですね。はい、はい、あと北海道もちょっとずれてるらしいんで、まあ、また後ほど、まあ、でも福岡枠はね大事ですよ、せっかく優勝ですからね。はい、告知はまた改めてプレゼントしますけど、はい、その青森話です。今日はきついったげん、まあその夏の魔物というフェスに3年連続呼ばれて行きまして、はいはい、まあ1年目2年目とね、うん、なんか1年目私トンボ帰りでなんか、ああそうだったね、そう、あのトークライブがまあ1時間弱ぐらいあって、そして私もうすぐ30分ぐらいでその場離れて、うん、会話したのはなんだろう、マーヤさんとかまあなんか、うん、あの宿川ボイス、はい、宿川ボイスのマーヤさんね、で前すでにご挨拶したことある人ぐらいしか挨拶できずに私は去って、で去年はあの新生かまってちゃんの美佐子とか、うん、美佐子ちゃんとか、まあなんかこう千葉銀とか、うん、あのぼっちに優しいっていう人が声かけてくれて、またマーヤさんとかも声かけてくれたりしてありがたいなみたいな、うん、まあ、ニートビーツの人とかも新しく声かけてくれたりとか、まあ、去年はあったんですけど、今年またあのなんでしょう、バックヤードが、うん、
居場所がないんですよ。基本そうなんですよね、あのフェス。要はね、楽屋がない。ないんです。だから共通の楽屋みたいな、なんか、運動会の来賓席みたいなのがあるんだよね。そうそうそう。ああいうテントのタープがいろいろあるようなところがいろいろ密集してるだけで、うん、はい、こちら久保浪松さんの楽屋ですよって案内されることもなく、ないんですよ。時間になったら誰か呼びに来るとかもなく、うん、現地集合、要はその、すべて現地集合だよね。そう、フェスのその会場トークイベントする、道場ステージっていうところがありまして、うん、そこの、ステージ横集合。そうだよね。本当だよ。本当そうなんだよ。誰も、もし私たち遅刻したらどうするんだろうって。どうするんだろうね。でもみんな遅刻せずに来たんだよね。ね、いっぱい。それができる人しか出ないんだよね。そう。そのぐらいなんか、まあ、カツカツなイベントなんですけど、まあそこが愛おしくてね。うん、まあ、そうなんですよ。私は嫌いじゃないんですよ、まあ、そういうもんだと思って行ってるんですけど、うん、で、まあ、その、閉じられた、フェスのバックヤードで誰かと会話できるかなみたいな気持ちで到着して、うん、ちょっと行ってみるかっつって行ったよね、ノーマツさんと、うん、そして一番最初そのバックヤード、うん、現れたのさ、はい、向こうから現れたの、うん、田中聖っていうさ、そうだった挨拶できねえ、そうだった、元カトゥーン挨拶できないよ、そんな目線合わせるのももう申し訳ないよ、かっこいいよ、ガッツンガッツンにタトゥーの入った田中聖さんがね、うん、でも他の人とはなんか朗らかに話されて、でも、うん、自分とさ話せる、うん、いやだって向こうは私たちのこと知るわけがないしね、知ってたとしてもなんか、うん、やっぱ勇気出ないじゃん、ないよ、気軽に「へい田中さんはファンです」ってできないじゃん、うん、知らないよ、うん、だからもう最初まず一番最初の目をそらすっていう、そうでした、でとりあえずなんかバックヤード去年と何か改善されたかなって言ったら、うん、なんかいっぱいこう蓋がされてたっていうか、蓋なんかそう、素通しじゃなかったね、素通しじゃなかったんだけど、うん、より一層どこってどういていいのか分からず、うん、いっぱいアイドルの人があっちこっちで写真大会やってるけれども、ね、あどうしよう、なんか遠くにビッシュのことか分かるけど、ああダメだって声かけられない、アップアップガールズかっこかりいる、ああでも知り合いじゃないとかあって、うん、結局戻ろっかっつって即車戻ったよね。戻った。車、そう、私たち車に引きこもったんだよ。そう、で、車に、そう。レンタカー借りてたからさ。そう、で、車に戻るときに、うん、初めて私たちに声をかけてくれる人が現れて、はい、そう、それはやっぱり、吉田豪さんっていう。そうですね。ね、安心の吉田豪さん、そして J さん。そう、あの二人は優しかった。杉作 J 太郎さんね。杉作 J 太郎さん。あとはその、夏魔物の DPG で、まあ、いろいろ関わってる、その、おうちライダーという人。はい、ああ、そう。まあ、主催者の成田大一さんと一緒にバンドやってる、ね。やってて、なんか私たち、こんな優しく私たちにね、話しかけてくれる、うん、一緒に写真撮りましょうって一緒に。そうなんですよ。そう言ってくれるのは最初はもう、その、ぼっちに優しい、顔を塗ってるペイントが ガピガピに乾いてるおうちライダーさん。いつもガピガピだなって思う、私。で、まあ一応そこら辺の挨拶終えて、そしてトークイベント始まったら、うん、はい、あ、なんか本当いっぱい最後まで集まってくれたよね。本当あの場所まで来てくださった方、ありがとうございます。ありがとうございました。しかも結構地元の人が多かったりもしてね。そう。青森から来ましたっていうね。で、終わった後ね、なんか、その戻ろうとしたら、はい、なんと初めて女の子が声をかけてきて、はい、それが、はい、私曲もかけました、もう解散しちゃったんですけど、元ビスの、はい、あとファーストサマーウイカちゃんっていうファース様が、あすいませんっつって声を元気に声をかけてきて、うん、すごいなんか憧れてるんですとか好きなんですって言ってきて、ね、マジでみたいな、うん、ファースト様の一家じゃん、なんか好きだよ、私、あなたの声も、体も、顔も好きだよ、みたいな感じで。体もか。で、一緒に写真撮りましょうってね、うん、やったら、そしたら、後でその、ウイカちゃんに、その写真加工してあげますって言って、うん、そのね、プロのね、うん、アイドル加工というものをね、教えてもらったんだよね。後であげ、そのファースト様ウイカちゃんがあげてくれた写真を、うん、ツイッターとかもあるんですけど、うん、すっごく綺麗なの。めっちゃ綺麗にしてくれた。これ何って言ったら中国のアプリですみたいな。教えてくれたアプリ、ね。いいアプリ教えてもらって、うん、私らもこれで、プロ補正したいなって思って。できるよね、あれでね。いや、やっぱね、アイドルは補正の優しさが分かってる。うん、すごい分かってる。なんか簡単に自分諦めてた、今まで。そうか。そう。アイドルに教えられること多いね。そう。たら、その、ウイカちゃんから他の人とかもなんか、うん、吉田豪さんからベルリン少女ハートの子たちとか紹介してもらったり、そう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 、ベルハーの子も結構私たちのことすごい好きだって言ってくれる子もいてね、
で、中には全く知らない子もいて、それも安心したの、私。ほんと、いや、むしろ知らなくてもいいよって。すごいほっとしたんだよ。だって、私、そういう、そのぐらいの年齢の子、産んでてもおかしくないぐらい年齢離れてるからさ。ねね、で、やっぱ向こう、そう、お母さんの方がきっと年齢近いからさ、うん、その、親にやっと初めて自慢ができますって、ねえ。こと、ツイッターに書いてくれて、ありがてえって、うん。ありがてえよ。あとは、バンドじゃないもん、その、新生かまってちゃんのドラムの美佐子さんが別、うん、別バンドやってて、まあ、それがバンドじゃないもんってアイドルグループみたいになってるんですけど、うん、そこの子も礼儀正しかった ね、可愛かったし、ちゃんももでしょ、ちゃんもも、ちゃんももとゆずぽんとゆずぽんと、そう、みさこ胸触っても何なされるがままみたいな普通にセクハラだったね。そうで、みさことなんかずっとなんか私前失礼にしたことをなんかずっとなんか覚えててみたいなってこと言ってて、え、うん、なんだっけっつったら、前ちょっと私から名刺始めた時、名刺もらって嬉しいって感じで写真アップしちゃったんだよ、うん、美佐子さんは。うん、で、別にそれはいいんだけど、私の絵が描いてあるやつだから、うん、一緒に住所もアップされるじゃん。うん、だから、それで、久保光郎の住所も、ね、美佐子それ住所やみたいな感じで、はぁみたいな感じですぐ消してくれたんだけど、うん、そのことを未だになんか気にしてて、うん、私全然そんなこと気にしてなかったけど、あ、でもなんかね、気にする気持ち超、気にする精神性、ほんとわかるわ。わかるし、なんか抱きしめたいなと思って。私もそういう話したんだもん、青森の夏の魔物のトークでさ。やっぱ、その自分、いろんな人が好きになったり、喜んだりもする、相手喜んだりもするけど、辛くて死にたくなる気持ちもあるって、その気、なんか、罰として合わない方がいいんだとか思っちゃうってあるじゃん。うん、あるよ。で、そうやって、なんかね、他の人もそうやって思ってんだなと思うと、ちょっと気持ちが、で、その、アイドルの子たちと一緒に写真撮ってるとさ、うん、すごい私たちいい笑顔だったんだよね。いい笑顔だったよね。なんかいい写真ばっかりだったよ、あそこの夏の魔物の会場の、うん。で、その、ウイカちゃんにも紹介してもらって、その、今その元ビスのメンバーも結構集まってて、うん、その夏の魔物、そして今現役ビッシュっていう前、うん、脳内パープッシュでもかけたビッシュのアイナちゃんと会えて、うん、はぁって会えた、まあ、一緒に写真もアップしたんですけど、うん、なんか嬉しかったです、なんかその似顔絵も描いてくれてみたいなことで、うん、あーピチピチしてていいなとか思って、そしてそこで話をしてる時に、うん、すぐ後ろにあるメインステージでビスの曲でプライマルっていう名曲があるんですけど、うん、のイントロが流れて、うん、え、これなんでビスかかんのって言ったら、ちょうどメインステージでグレーの久志さんがやってたんだよね、うん、で、そのビスのプライマルを、で、まあ、ギターを弾いて歌は、そのビスのプールイさんって、元ビスのプールイさんが歌うっていうやつで、一緒にウイカちゃんとかとアイナちゃんとかでいて、一緒聴き行きましょうよっつって舞台袖までダッシュして。なんかあれ良かったね。そう、みんなで、その、舞台袖行ったんだよね、うん、メインステージ。そしたら、そこの場にいたのは目の前で、元ビスの小正寺めぐみちゃんと神谷咲さんが、プライマル、うん、ステージでプールイさん、プライマル歌ってて、袖で二人踊ってんの。そうなんだよね。で、しかもその横に、そのステージと踊ってる小正寺さんと神谷咲さんの横に今のビッシュのメンバーがなんかこうじっと見つめてるの、うん、なんかそのステージを、うん、はあ、私この現場立ち会えてるんだっつうのが、うん、その今のビッシュと元ビッシュとで横にはウイカちゃんがいろいろなんか、え、感動してますかみたいな感じで言ってくれて感動してるよこんなの見れてっつって、あれね、なんかいやあれは良かったね、フェス最高じゃあ、青森最高じゃあって思って。なんか青春を間近で味わいましたよ。もうなんか、何かそうやって自分を卑下することはなかった。夏の魔物で。いいことですね。なんもなかった。なんか声かけてくれた夏魔物の男の人のなんかお客さんとかもなんかありがたいって思ったし。そうだね。もう私たちも普通に写真撮られたもんね。うん、あれ、東京だとなんかまた感覚違うけど、うん、青森っていう場にいると、うん、みんなちょっとヘンテコで可愛いなって思うよ。うん、挙動不審で。よかった。いいフェスだよ、あれは。よかった。まあ、うん、私、ほんと、そんな感じです。私、それで久保さんと私は、弘前に一泊して、うん、で、私はそのまんま、弘前にもう二泊して、その後、むつ市に一泊してるんですけど、その、むつ市というのは、この番組、ラジオではあまり言ってないんでしたっけ？まあでも一番最初の野松さんが青森で泊まったへんてこな旅館ということで。あ、その話したんですよね。飛びない旅館っていうところがあってね。うん、そこに私一人泊まりに行ったんですよ。一人で泊まりに行ったのは初めてなんですよ。はい。今まで何回か行ってて、で、久保さんとの久保峰旅でも訪ねてて、なんですけど、まあどんな宿かを説明すると、うん、まあ飛びない源一郎さんという主人がですね、うん、まあ、50いくつかな、うん、の人が、
継いだ宿なんですけど、うん、プラモ好き、アニメ好き、映画好きで、その趣味が全面的に出ちゃってて、もともとは結婚式場なんかもできた大広間が、プラモでいっぱいになってるような、もうとんでもない宿なんですよ。いや、いい。もう、飛びないさんがどんな人か分かってる人しか泊まりに来ちゃいけない宿なんだよね。それを飛びないさん本人が言ってんの。飛びないさんが自分の、ことをそう言ってんだよ。富永さんが分かんない人じゃないとここ泊まりに来ちゃダメだからねって言ってて、私が泊まりに行ったその日も、ちょうど予約の電話がかかってきたんだけど、うん、富永さんその場で断ってて。なんか子供のスポーツ大会があるからって言って、親が3組ぐらい泊まりに来たいって言うんだけど、なんか、そんな大人子供の大会にかこつけて飲みたいだけだからさ、そんなもん来たら富永さんにお腹か困っちゃうよって言って、うん、で、断ったよそんなのって言って断っちゃったんですよその場で。富永さんが富永さんであること以外、富永さんが富永さんであることを知らない人は泊まっちゃいけないんですよ。それで怒んない人。怒んない人、そう。富永さんがあのまんまでいることを許す人しか泊まっちゃいけないやつなんですよ。夏の魔物は、なんだろう、富永さんでもあるよね。そうだね。夏の、まさに魔物ですよ、富永さん。で、まあ、そこの宿はね、まあ、古い宿なんですけど、うん、で、私泊まりに行って、で、富永さんもね、富永さんなりの素晴らしいホスピタリティというものがあるので、私が来たからには、喜ばせなきゃいけないって思ってるわけですよ、うん。だから夜は飲みに行こうってなって、うん、食事は富永さんが一応作ってくれて、結構ちゃんとしたもの作ってくれるんですけど、その後富永さんが富永さんの友達を呼んで、で、私も一回会ったことあるおじさんなんだけど、うん、工藤さんっていう公務員の方を連れてきてくれて、ホスピタリティ工藤さんと富永さんと私でスナックに飲みに行ってカラオケやって、うん、で、帰ってきて、で、一晩寝て、その翌日は私が、意外と私青森たくさん行ってるけど、恐山にまだ行ったことがなかったんで、うん、恐山に行きたいって言ったら、じゃあ富永さんの車で行くってなって、富永さんが車を運転してくれて恐山に行って、うん、その後知里谷崎っていうすごい私が大好きな岬に行って、うん、そこまでもうずっと二人でドライブですよ。で、知里谷崎って本当にもう何にもない辺境だからさ、車も走ってないわけですよ。で、私十数年ぶりになんか車を運転したくなっちゃって、免許はあるんだけども、完全なペーパーだったの。うん、だけど、飛び台さんのマニュアル車を、よりによってそこで私、なんか急に運転したくなってきて、マニュアル。で、飛び台さんに、ねえ、ちょっと運転していいって言って。で、飛び台さんとそこ変わって、うん、ちょっとだけもう50メートルぐらい運転して、1回か2回演奏しながら。デートですよ、完全に。いや、私さ、インスタグラムに、もうツイッターにもそうだけど、うん、写真上がってて、うん、あれ、これデートじゃねって、またさ、ノーマチさんがさ、飛びないさんの写真撮ってんじゃん。そうなんだよ。昭和のさ、決めポーズを撮ってて。そう。それで、まあ、私がポーズ撮ってって言って、飛びないさんに注文して、撮ってもらったんだけど、うん、まあ、本当に楽しい飛びない旅館なんだけど、これがね、みんなが楽しめるかどうかっていうと、私は全く自信がないんですよ。いきなり朝の朝食で栄養ドリンクが出るんだよ。それはね。ご飯のお盆に当たり前のように知らない栄養ドリンクが乗ってくるんだよ。メジャーじゃない。メジャーではないやつね。で、聞くと、だって朝から飲んだら元気なんでしょっていう、当たり前でしょっていう顔をして言うわけですよ。そういうの許せる人じゃないとダメだし、お風呂もなんか暑くて入れないけど、それも許せないといけないわけですよ。あと、弾丸トークなんだよね。すごい弾丸トークで全く止まらない。で、ずっとむつ市の悪口を言う。青森県むつ市の悪口と、青森県むつ市が生んだ映画監督、川島雄三の素晴らしさをずっと語るけど、それも耐えなきゃいけない。俺、なんかよくその、やっぱ有名になってから、うん、女子高生とか、そういうの一人で女の子が泊まりに来たりとかするんだよね。それを出す、弾丸トークでもてなしてんの？もてなすの。女子高生もそれを楽しみで来てて、うん、で、女子高生、富田さん意外とそこはモラルがあるから、女子高生一人って来ると、えってなって、ちゃんと親の承諾書もらってきてって言って、うん、それでちゃんと来てるんですよ。で、それを、その女子高生をまた恐山にドライブして連れていくんだけど。だから、飛びない旅館の素晴らしさを私すごい味わって、やっぱりここはいいとこだなって思ったんだけど、それから遡ること、1日、うん、2日かな。2日前ですね。弘前は弘前で結構楽しんでて、弘前私何をするか何も決めてなかったの。うん、で、弘前現地に住んでる友達がいて、その友達ととりあえず合流して、どうするってなって、うん、私、太宰の斜陽館に前行こうとしたら、時間が終わってたことがあったんですよ。うん、で、突然、斜陽館行こうかって話になって、で、それまたドライブで連れてってもらったんですけど、斜陽館が、
めちゃくちゃ面白くて、斜陽館ってのは、まあ、太宰治記念館みたいな感じですか。記念館であり、太宰治が本当に暮らしていた昔の豪邸なんですよ。へえ。津軽の、まあ、豪農じゃないや、お金持ちだからね、うん、太宰治の実家が、その家がそのまま残ってて、そこが博物館になってるんですけど、そこに何が面白かったかって、そこに感想を書くノートがあるわけ、うん、よくありますね、そういう観光地には。どこどこが来ましたとか言って、住所の名前書いてあって、うん、ずっと来たかったですとか書いてるやつ、あれをペラペラめくってたらむちゃくちゃ面白くて、うん、私それをちょっとメモしてきてしまったんですよ。こう太宰治記念館に来るってことは、よっぽどの太宰ファンですよね。太宰ファンですよね。太宰ファンって言ったらどんな感じかな。まず一人目、はい、8月21日群馬県から来ました。絵文字の顔文字の笑ってるやつ、手書きで、手書きで人間失格が大好きなので、ここに来れてめちゃくちゃ嬉しいです大の、あの伸ばす棒はニョローってなってるやつね人間失格が大好きなので、ここに来れてめちゃくちゃ嬉しいです、ハート太宰もびっくりだよ。太宰びっくりですよそして、8月11日、はい、ほとんどひらがなので多分小学生です、はい、ちょっと省略してみますけど、僕は太宰治の作品がとても好きです。僕が一番印象に残った作品は走れメロスです。で、いろいろあって、まあ、感動したっていうのがあって、このことからホグは太宰治の作品を大好きになり、大体読んだけどとても楽しかったですホグは僕の語字ですね。しかも大体読んだんですよ、どうやら。どうも大体。太宰治、さあ行こうです。そして、8月8日。はい。人間失格なんかじゃないよ。広すぎ、過去笑い。広すぎってのは、その、家が広すぎ。お屋敷がね。お屋敷が広すぎって、うん。お屋敷が広すぎるから人間失格なんかじゃないと。もう。もう作者批判ですよ。そうですよね。人間失格じゃないよ。じゃないんだよ。作品批判。そして、7月18日。ここ入場料500円なんですけど、500円の価値あり。これもうちょっと高い金払うとき言うやつでしょ？そう、もうちょっと払ったときにね。500円はいいじゃん、払おうよ。うん、で、このノートもすごいんだけどさ、この太宰治記念館自身もなかなかすごくて、うん、最近又吉さんがね、やっぱり太宰好きだし、うん、芥川賞受賞で騒がれてるじゃないですか、うん、で、太宰治の本をちゃんと発売してるコーナーがあるんですけど、はい、そこに、あの、注目、芥川賞受賞おめでとう又吉呼び捨て呼び捨てです。またし、でんってでっかい字で。でんってでっかい字で。またよし、びっくりマーク二つ。なんかあの、幼稚園のデコレーションみたいな感じで、ダーンみたいになってんだよね。そうそう、紙で作った感じ。そうなんですよね。なんかね、あの、斜陽館と飛びない旅館は、青森に行ったら、行ってください。そう。もう、自分たちで楽しもう、そういうとこ。そうなんです。まあ、飛びない旅館に関しては、相当な覚悟をして行ってほしいんですけどね。というわけで、青森は超最高でした。以上、ツイッターゲインでした。イエーイ。久保光郎、能町みね子のオールナイトニッポンゴールド。ご報告と大事なお知らせ。この番組を聞いているラフレの皆さんのごくごく個人的な報告を有名人のブログ記事のテイストで送ってもらうコーナーです。今週はどんな報告が届いてますでしょうか。いやー、久しぶりですね。はい、じゃあ私からですね、はい、ラジオネーム汚れちまった悲しみさんからのご報告でございます。はい、この度私汚れちまった悲しみの顎と頬を並びに鼻の下に太く生命力にあふれたヒゲが生えていることをご報告いたします。4年ほど前から気になり始め、その存在を認めず毛を抜く時期、次第に増えて抜ききれず一年中マスクで隠す時期、恥を忍んで親に白状し脱毛を始めた時期、脱毛レーザーに負けて肌が荒れ果て再びマスクで隠す時期、様々な時期を経て現在は外出時にヒゲを剃って生活しております。ヒゲを剃る女子大生かと鏡の自分に涙ぐむ日も、ヒゲが生えていることに負い目を感じて化粧品コーナーを足早に通り過ぎる日もありますが、首元の剃り残しを引っ張りながらラジオのネタにするまでになりました。今後ともヒゲの生えている私をどうか決して見守らずに目をそらし続けてくださいますよう心からお祈り申し上げます。
いい、新しい。見守らないでほしいと。そうだね。確かに見守らないでほしいね、これは。私もいっぱいあるわ、そういう見守ってほしくないこと。そうだね。見てほしくないことはあるよ。ほっといてくれっていうおこほくですね。いや、ほんともう顔の毛とか、もう、みんな目が悪くなればいいのにって思う。そこだけ焦点が合わないようになればいいね。ほんともう、みんなナチュラルに、各自でソフトフォーカスしてほしいよね。そうですね。はい。ではこちら。ラジオ、ラフレネーム、エビフライトライアングルさんからのご報告です。はい。父からの間違いメールでお金を借りる中の女の人が父にいることが分かりましたことをご報告させていただきます。文面の最後には、愛してるよとあり、愛情の深さが伺えます。母とはうまくいっていないため、浮気していることはな、それとなく知っていたのですが、実家を出て2年、すっかり忘れておりました。実家に帰る日程のやり取りをしている最中で送られてきたため、このメールの後父に会いました。普通にしてました。いつもまた帰っておいでとメールをくれていたのですが、来ず。父の方はバレてむしろ安心しているようでした。会社では普通にできていますが、あまり人に言うこともできず、毎日のように家に帰っては泣いています。彼氏もいません。会社の先輩に1年半片思いをしています。辛いです。いろんな思いがこもりすぎて、特にご報告の携帯を取っていないことが、ちゃんと、だから斬新ですね。まずこれの時にいいなって思って、今のリアルがいっぱい詰まってる。うん、リアルすぎるね。その冷静に最後慣れてない感じっての。そうだね。そうだね。うん。芸能人のブログの携帯を特に取ってないですからね、もはや。うん。ああ、お父さんはモテるんだろうな。そうだね。お金借りられる。お金を借りる中の女の人が父にいる。ちょっとした紐じゃないか。だってもう金貸してくれたらあと何でも開いてくれるよ。いろんなところをね。財布の口開いてくれればどこの口は開いてくれるよ。どこも開くだろうな。どこも、財布の口開くやつはどこも開くな。どこも開く。誰にも開けちゃなんね。なんね口がある。なんねぞ、そうだぞ。体は抱かれても、心までは抱かれてはなんね。かっこいいな。うん。以上、ご報告の大事なお知らせでした。ごみつろう能町みね子のオールナイトニッポンゴールド脳内パワープッシュ。この1週間自分の脳内でパワープレイされた曲を実際に番組でかけようというコーナーです。私の松と久保さんが毎週交代で曲をかけます。はい、今週は能町さんの選曲です。何しますか。はい、今週はですね、ユーリガガーンでレジスターって言うんですけど、ユーリガガーリンじゃないんですよ。ユーリガガーンっていうバンドなんですけど、うん、何かっていうと、さっきも言った夏の魔法でね、私たちいろんな人に会いました、はい、でいろんな CD をいただいてしまいました。うん、はい。なので、本当にそういうのをかけようか、もう本当迷いました。まず、まあ、元ビスのね、その、ファーストサマーウイコちゃんは、ビリーアイドルという、うん、ちょうど昨日アルバムが発売されたんで、うん、それを今いただいちゃって、私も弘前の友達の車の中ですごい聞きましたけど、そして小正寺めぐみさんからも、メゾンブックガールかな。それ、私それすごい仕事中今聞いてる。いいよね、あれもね。あれもいい。もうすごい、どっちも良かったんですよ。うん、で、どっちかにしようかなって思ったんだけど、さっき喋った中で一人話してない人がいて。そう。もう一人話してくれたバンドマンがいたんです、ね。はい。グループイノの CP さんね。初めてご挨拶させていただいて、はい、マガジンすごい愛読者の方だったんで、私の昔の少年誌時代のやつを読んでてくださったいい人で、腰が低く挨拶もしてくださって、で、私、グループ異能の CP さんに関しては、うん、グループ異能結成以前にバンドで見たことがあったんですよ。ね、なんかその話、すげえと思って。はるか昔、もう多分ね、10年までいかないけど、まあ多分8、9年前ぐらいに、うん、結構下北のライブハウスで何バンドか出る中にいたんだけど、で、すごいかっこよかったんですけど、で、それがユーリガガンなんですよ、うん。で、CP っていう名前ではなくて、そのバンドではイ・ブンキョウって名乗ってるんですけど、うん、なんか中国名みたいな名前を名乗ってるんですけど、スリーピースバンドですごく、なんていうのかな、ソリッドな感じって言ったらいいのかな。スリーピースってことは CP さん何ですかって。ギターボーカルですね。
で、あとキーボードとドラムだったかな、ベースレスだったかな。当時がそんな感じで、まあ、この CD の時どうだったかちょっと私もちゃんと知らないんですけど、うん、あんまりこうメロディアスな感じではなく、ハードで、硬い感じのかっこいい曲やるんですけど、うん、それ私グループイノ以前から好きでよく聞いてたんで、せっかくだからそれをなかなか流れないだろうからかけようと思ってちゃんと自分の CD で持ってきましたんで、はい、聞きたい。そう、久保さんもきっと聞いたことないだろうなと思って、イノ以外のやつ聞いたことなかったんで、ですよね。ということで、ユーリガガンで、しかもファーストアルバムの曲ですね。ユーリガガンでレジスタ。能町みね子のオールナイトニッポンゴールド。ここで KBC ラジオ速報です。ホークス優勝おめでとう。ツイッターの文字ではなかなか伝わらない KBC ラジオの優勝おめでとうの気持ちを、この後深夜0時30分まで居酒屋きよこで祝勝会でガーッツリと放送します。選手の喜びの声、ビールかけの歓喜なども放送するので、ぜひ引き続き KBC ラジオでお楽しみください。KBC ラジオは久保の町は完全に中止ってことですね。中止になりました。その代わり居酒屋きよこをやってると。そう、これツイッターに、 KBC ラジオのツイッターの方で書いてあったんですけど、うん、居酒屋きよことは何ぞという、うん、きよことはどこの主役者のババゾネという、どこの女よと、どこのバババイって思ったら、うん、福岡のね、全然若くて綺麗な方ですね。そうだったね、きよこさん。なんか私もさ、博多弁丸出しのおばちゃんを想像してたのにさ、残念だよ、うん。まあなんか、でも居酒屋きよこというのは、そのナイターオフの時に日替わりでやってる生ワイド番組ということの特バラエティ番組だそうですね。なるほど。というわけで頑張れきよこ。頑張れ、蜘蛛の町より面白いんだろうな。きっと面白いと思う。面白いんだろうな。はい、じゃあメールの方に行きます。はい、はい、今日は3にまつわる話というテーマでメールを募集しています。はい、はい、ではまずラジオネーム麺類さん。今日発覚したのですが、うちの両親はお見合い結婚、7月にお見合いをし、その後明治村と東京へのデートを経て、翌年1月には結婚したそうです。うん、つまり結婚までに会ったのが3回しかないらしいです。しかも結婚した年の11月に私が生まれています。私はハネムーンベイビーらしいです。結婚は第一印象、そしてボランティアが両親の口癖です。はぁ。すごいね。すごいね。なかなか、やっぱ結婚した人からじゃないと出てこないよね、この結婚は第一印象、そしてボランティア。ボランティアです、だってすごいね。でも私たちもさ、ラジオ始まるまで3回ぐらいしか会ってないんじゃなかったっけ。ほんとそんぐらいで、まあ、トークイベントもやってる、そのトークイベントまでに何度も会ってたりもない。ないもんね。そう、トークイベントまでに3回も会ってないもんね。そうそうそう。あ、惜しいな、もうちょっと会わなければよかったな私たちも。でもまあそうさな。で、明治村ってどこ？明治村、名古屋じゃなかったっけ？名古屋、あ、なるほど。愛知県。もう、犬山市だって。まあでも3回しか、今、3回しか会ったことない男の人と結婚しようって、うん、あ、違うか、結婚前提で3回会うのと、うん、ただそこら辺にいる人と3回会うのとは違うんだよ。それはお見合いだもん。それは違う。よし。東京、今日メールテーマ？読みましょうか。はい。今日のメールテーマは3にまつわる話です。今日メールを送ってくれた方の中からスフィーリングで、サイン入り久保光郎と能町みね子がオールナイトニッポンやってみたの10版の本、そして、久保光郎初期作品、お菓子のレシピ本、能町みね子初期作品、水は虹の味、亀の山、骨は食べれる。こちらの10版全部セットにしてフィーリングで5名様にプレゼントします。うち1名様は福岡枠でございます。はい。プレゼントが欲しい方は住所、氏名、年齢、電話番号を必ず書いて送ってください。メールアドレスは、かえって寝たいの頭文字、k.nat.com、k.nat.com です。たくさんのメールお待ちしております。わーい。あ、もう一枚言いますか。はい。言いましょう。さらっと。東京都、コピーカードさん。はい。
先日身内に不幸があり人生3度目の葬儀に参列してきました、うん、生前寡黙だった祖父との思い出を振り返りつつ遺族としての仕事に追われていた通夜の時テーブルに置かれた喪主と書かれているリボンをおもむろに取った父が真顔でそれを耳に当てもしもしと言いました祖父の死を受け入れなければならない時に父のせいでこれからの人生で喪主を見るたびに笑ってしまう呪いにかかってしまいました辛いですほぼ3は関係ないけどなんかいい話でした。いい話。何だったっけ3は3度目の葬儀です。あ、なるほどね。ギリギリでした、ルーサ・ワンドルスでペイントノーストッピングスナウ。天然麹を使った田舎味噌ですか？そうなんですよ、くさん。北海道産の大豆と天然麹使ってますからね。お子さんに食べていただいても安心の田舎味噌ですよ。子供はいません。あ、そうなんですね。失礼しました。今ならですね、この味噌、おいこの美味しい天然麹の田舎味噌を樽でご購入可能なんですよ。樽で？そうなんです。毎朝旦那さんに天然麹の田舎味噌で作った美味しい味噌汁飲んでもらいたいでしょ。今なら樽に20キロ入ってなんと1万。旦那は帰ってきません。え？団地妻清少が営業マンの目を見つめる。その目には深い悲しみが漂っていた。久保はこの悲しい人妻に言いようのない色気を感じ始めていた。どこかで女を作ってるみたいなんです。帰ってくるのは週に2度ぐらい。私とはもう目も合わさないんです。奥さん、そんな魅力的なのに。やだ、私なんでこんな話してるんだろう。ごめんなさい。天然麹の田舎味噌ですよね。今使ってるお味噌どれくらい残ってたかしらか。台所に向かう団地妻の手を営業マン三郎がつかみ後ろから強く抱きしめた。奥さん。三郎さん。天然麹の田舎味噌なんてどうでもいいんだ。僕が愛しているのは天然育ちの団地妻の清少さん、あなただ。三郎さん、嬉しい。旦那さんと別れて一緒になってくれますね。清少が口を開こうとしたその時、三郎の背負っていた天然麹の田舎味噌の樽が転がり落ちて清少を押しつぶした。うん、奥さん。三郎さん、あなたに天然麹の田舎味噌で作った味噌汁毎朝作りたく清少。もう少し時が緩やかで。久保三郎、能町みね子のオールナイトニッポンゴールド。はい、今日は3にまつわる話というテーマでメール募集してます。居酒屋聖子かな違うかな。聖子とは違う場合違うか、違う場合、ね、はい、ラフレネーム唐月落花生さん、福岡県の方です。久保さん、能町さん、こんばんは。初メールです。福岡からメールしてます。3にまつわるエピソードはホークスのせいで福岡での久保さん、能町さんのオールナイトニッポンが飛んだのが3回目です。もうあのアンガールズ田中さん入っちゃってるし、ね、もしプレゼントが当たったらとっても嬉しいですと。ありがとうございます。ありがとう、福岡から。福岡からありがとう。よか一倍。よか一倍ね。はい。よか、まあでも聞けてるんだろうね、どうにかね。どうにか聞けてるし。頑張ってる。まあ両方聞いてる人もいる。多分片耳ずつ聞いてる人もいるよ。頑張っちょるね。頑張っとるさ。頑張っちょるよ。頑張っとらす。頑張らんば、もっと。ラジオネーム、黒いスープラさん。久保さん、能町さん、こんばんは。こんばん。僕の3にまつわる話は、小学校の時6年間、そして中学校1年生の計7年間連続で3組でした。こんなのは同級生では僕だけです。はあ、ちなみに今は1年3組と3年ぶりの3組です。高校1年生。こういうの、なんか懐かしい、この感覚。この嬉しさ。爽やか3組。爽やか3組。あの、出席番号何番になるだろうとか、この感じ懐かしい。私ね、いつの出席番号覚えてる？私36番の時覚えてるんだ。30、投資番号だったの？投資番号。あ、そうなんだ。なんかうち男女別だったな。マジで？確か。別で振ってた。36、そっか、男子が先に全部いるパターン。そうで、当時はあの50人ぐらいクラスあったの。50人もいたの？昔、だって私区だから、
いや、小学生の時。小学校でクラス50人もいたの？昔そんぐらいいなかった？マンモス購買。だって私の区で、女子後半。区で、うん。区でもう36ってさ。うん。あともう、あと残り14人ぐらいはやっぱいるじゃん。そう、いなきゃおかしいね。うん。それは多いね。はぁ。私、でも本名じゃないからな。言いづらいな。ああ、そうだね。のじゃないんだよ、私。私、結構前なんだよね。いや、これじゃ、これじゃ。私2番だったことあるんだ。マジで？なんだろうな、青木かな？青木か、茨城。茨城かな茨城県の茨城さん。懐かしいな、この人。いないんだよね、名前で茨城さんとか。いた、クラスの一つ上にいた。あ、小学校の時。マジで、長崎に長崎さんなんて会ったことないからさ。あ、そうなんだ。へぇー。おらん。おらんか。こういう感じ、懐かしい、なんかこの、名前とかで盛り上がる感じ。あー、大好き。では、北海道のラフレネーム、ローションパラダイスさん、はい。私が3歳の頃、家出をしたそうです。で、冬の北海道、はい。家にいると思っていた母親が気がつき、ご近所さんを巻き込んで大捜索しましたが、夕方になっても見つからず、親が諦めて交番に行きました。はい、すると交番に真っ赤なつなぎを着て、ボブスレーを引きずった私がいたそうです。おまわりさんが名前を聞いても全然教えてくれず、私は交番をなぜかデパートだと勘違いし、遊んでもらっていたそうです。住んでいた家から交番までは途中踏切回り、大人でも15分ぐらいかかるそうで、よく無事だったなぁと昔話をされます。すごい探検したね、3歳で。すごい。すごいね、ちなみに、野間さん、家出経験、子供の頃あります？ある。怒って、うん、親と喧嘩して、怒って、家出たんだけど、うん、庭に行った。それが最高の家出だね。私はね、広島に住んでいた時に、うん、11階建てのマンションに住んでたのね、社宅のマンションなんだけど、まあ、7階に、707号室に住んでて、で、まあ、だいたい夕飯頃に親と喧嘩するじゃん。うん、そしてもう、ね、だいたいそう。で、バーンと家を出て、うん、行く場所がないから、うん、マンションのさ、外側に非常階段あるじゃん。あるあそこの2階ぐらい下のところに。距離ほぼ一緒だね、私と。うん、近所で住んだよね。でもあの時の、もう家を出たいって気持ちって、うん、もう今ないじゃん。ないね。だって家、自分しかいないからさ。そう、ないね。あの時の自分なんか抱きしめてあげたくなる。そうだね。うん、ラジオネーム家重フォロワー。はい。私は大きくなるまで、湿度の低い大地、北海道に住んでいたんですが、小学生の時、お風呂は3日に1回でした。中学からは運動部に入ったのと、周りの常識に感づき始めたのとで、ほぼ毎日入るようになりましたが、汗をかかない人は3日に1回で大丈夫だと今でも思っています。私の母は今でも3日に1回ですが大丈夫です。これは私一応元道民としてわかります。そうするとね、北海道の人はね、うん、ちょっとカラッとしてるからってね、湿度がないからってね、ほんと過信しすぎ。いやいや、もう上履き全然洗わないし、上履き洗ったことないよ北海道で。ひどいよ、臭くなんねえもん。うちは1週間に1回持って帰って洗っとったよ。汚れすぎだよ、汚れすぎばい。日本海側バカにせんで。北海道も日本海側ばい。もうね、湿度が高いところはね、うん、臭くなる。なんか中学校の時、友達に何気なく、昨日お風呂入んなかったからさ、っていう話をしたら、って言われて、うん、その時ショック受けた、私も。それで知った。みんな毎日入るんだって。じゃあちなみに質問だけど、はい、お風呂のタオルってどのぐらいの頻度で買える？うわ、危険な質問するな。これね、結構デンジャラスなんだよね。もう本気で答えるよ。うん。1週間以上。私も。よし、よかったよかったよかった。なんかね、3回ぐらいお風呂で使って、まだ大丈夫だなって思ったら、うん、使うけど、たまになんか湿ったまま変な放置の仕方すると、ダメな匂いになって、うん、そうなったらアウトで、綺麗に乾かせたら、うん、で次へ持ち越す。すべて匂い基準。うん。そう。大丈夫。じゃあ次、広島県、私かな、うん、広島県の、ラジオネーム小太りさん。私は今年3が2つの33歳になります、はい、最近10歳くらい年下の子と仲良くなり、時々遊ぶようになりました。10歳くらい年下だとかなり文化が違って、私が当たり前だと思っていたことを彼女は知らなかったりします、うん、聞き上手な子でいろいろ聞いてくれるんですが、昔は友達とファックスでやり取りするのが流行っててとか、通販するのに郵便局で定額小為替を買って送ってたんだよみたいな昔の話をして、へえとか言われるのってものすごく気持ちいいですね。気持ちいい。老人になってこの辺はみんな海だったんじゃよとか言うのが楽しみになった。それ嘘じゃん。それは嘘じゃん。
まだ海じゃなかったでしょ。それは嘘だよ。でも言いたい。言いたい。なんか。言いたいけどね。本当ですかって言われたい。子供は騙したいね、それで。ああ、いいね。昔は風景が白黒だったとかさ、うん、あの、漫画家の清野徹さん信じてたらしいからね。ああ。親に白黒写真見せられて、それ言われて信じたらしい。そういうのやりたい。あ、なんかこういうね、年を取ってからの楽しみ考えるのやっぱいい、前向きで。いいね。ラジオネーム、即席、アーナルちゃん。はい。さんにまつわる話ですが、友人と話していた3つの道についてメールしたいと思います。うん、7月。突然7月。乳首ピアスをつけている友人 N ちゃんと食事をしているとき、なんとなく乳首ピアスについて詳しく教えてもらう流れになりました。まずは一問一答形式で得たいくつかの知識をご報告します。私、今もつけてるの？ N ちゃん、つけてる。基本外さない。私、不潔じゃない？ N ちゃん、お風呂に入ったらその都度外して洗うから不潔じゃない。私、冬は冷たくない？ N ちゃん、ずっと体に密着してるから温度は体温と同じ、冷たくない。私、セックスの時は外すの？ N ちゃん、つけている状態が美しいと思ってつけているから外さない。外してくれっていうのはセックスの時、化粧を落としてくれっていうようなものだから、言われたら無粋な男だなって思う。このように、かなり有意義な時間を過ごしていたんですが。ある質問をした時、彼女が口ごもりました。その質問とは、母乳はどんな風に出るの？もしかして出口が3つになる？です。しばらくの沈黙の後二人で爆笑し、きっと交差点のような状態で母乳は三つの道から出るのだろう。そうなれば楽しいねという結論になりました。私はそれをミルキークロスロードと名付け、彼女には妊娠したらどんな道が開通したか報告することを約束してもらいました。今から楽しみです。これ楽しみだね。すごいほんわかする。ミルキークロスロード楽しみだ。三つ股になって出てくるのかな。はい。あ、じゃあこちら、なんか。はい。ノリノリノリラジオ来てます。ラジオネーム錦戸テルマさん。はい。ちょっと本当にメールのノリで読みますね。はい、テルマでしょ。はい。テルマさん。久保さん、ノーマさん、グッドイブニング。さんにまつわる話と聞いて思い起こすのは3年前。20歳の誕生日を誰にも祝われなさすぎて自宅で3回ゲロを吐いたことです。誕生日に他人から何かをされたいとかそういう気持ちは本当に一切ないのですが、この時ばかりは生まれてからちょうど20年が経った今この瞬間、自分のことを覚えている人間が地球上にただの一人もいないという事実が内臓に重くのしかかり、一人暮らしの部屋でこんな人生に死闘なかったと加藤清史郎くんのようなことを思っているうちに吐き気がしてきて、トイレで3回ゲロを吐きました。辛かったです。以上、こちらニューヨークよりミキさんにまつわる話でした。グッナーイ。いやー、なんか性格変わったのかなって思ったけど、あの出だしでちょっと本当に、ね、うん、先よく読まず知らずに、うん、出だしのノリのまま突き通して読んだけど、うん、思いのほか辛い話だったね。そうだったね。よかった、変わってなくて。テルマだからなんかニューヨーク行って変わっちゃったのかなって思ったけど、いやでも変わってんじゃない？こういうの話せるようになったんだもん。こういうの英語でアメリカンジョークとして喋ってんのかな。もっと多分向こうで、これでドッカーンドッカーン、 You're funny ドッカンドッカン、 funny というわけなのさって言って、うん、めっちゃウケてんだろうね。多分 両手をこうなんかこう腰くこうなんていうの、このポーズね。なんだろう、そういうわけなんだよって両手を広げる感じで、僕の20代コリゴリさって言ってるんだろうね。変わっちゃったな、テルマ。あ、いやでもどんな方向に曲がってもそれで曲がりくねった道の途中だから。3つの道だからね。はい。ミルキーロードだよ。はい、というわけで今日のテーマは3にまつわる話。今日メールを送ってくれた方の中からフィーリングで3入り、久保光郎と能町みね子がオールナイトニッポンやってみた、そして久保光郎初期作品お菓子のレシピ本、能町みね子初期作品水は虹の味、亀の山、骨は食べれる、この3冊です。こちらの重版を全部セットにしてフィーリングで5名にプレゼントします。うちお一人様は福岡枠でございます。はい。プレゼント欲しい方は住所、氏名、年齢、電話番号を必ず書いて送ってくださいね。メールアドレスはかなり慣れ慣れしくしてくる友人の友人の頭文字kn@nippon.com kn@nippon.com です。たくさんのメールお待ちしてます。古内桃子で可愛くなりたい。久保光郎、能町みね子のオールナイトニッポンゴールド。久保光郎、能町みね子のオールナイトニッポンゴールド。
ブスは性格がいい。ブスは性格がいいという言葉に代用される夜中にあふれる浅い思い込み偏見を送ってもらうコーナーです。はい、最後は私久保光郎です。はーい、ラフレネームヒーハービーバーさん。はい。歯磨きをしないで寝た翌朝の罪悪感は半端ない。超やばい。私さ今、うん、あのインプラントの手術した後で あの傷がある状態なのね、うん、歯茎の中にで未だに血とかが出るんだけど、うん、毎食後必ずこううがいで、まあ、消毒というか、まあ、菌を減らさなきゃいけないわけよ、はい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 、でもそんな中そんなデンジャラスな状況で、うん、忘れて寝ちゃった時があったの、もう口の中がどんだけ雑菌だらけなんだろうと思うと罪悪感半端ない。ネバネバだもんね、わかるもんね、うん、起きた瞬間にダメ、静岡県ラジオネームおいしいお肉、はい、自分のことを雨女とか晴れ女とか言う人たちは自意識過剰。神の声何神の声って。神をすいませんって。あ、神をすいませんってこと。晴れ女ですいませんって。あ、何神に謝ってんのこの人たちは。じゃないの、誰に謝ってんの、これ謝ってんの。私晴れ女とか、うん、雨女って、なんで言い出すの、うん、だってそんな天候があんた一人で変わるわけないじゃんって分かってることじゃん。うん、分かってるよね。ごめん。ごめんなさい。ごめんなさい。私言わない。もう言わない。私絶対言わない。ごめんなさい。いやいやいや。なんかあなたがそういう何か特別ななんか大砲を打って天気を変えられるとか言うなら分かりますよ。もう打ってません。すいません。もうちょっとね、はい、謙虚に行けよね。分かりました。もう絶対言いません。はい。いや私言わないけど。だよね、うん、ラフレネームキノコマン、会って謝りたいと言ってわざわざ時間を取らせようという時点で許す気が起きない。さらに内容が大したことではなかった場合さらに腹が立って逆効果ある。はあ、ほんとそう。しかも会って謝りたいじゃなくて会って事情を説明したいとか言うんだよ、あの某テレビの人。あれなんか能松さんホットな何か傷が。ほんと嫌いだよ。傷じゃない、会いたいだけなんだよ。会って煙に巻きたいだけなんだよな。ああ、もう本当だ。鎌倉市ラジオネーム、コドン侍。はい。朝、うんこが出るという生活リズムは、現代人の朝忙しい生活習慣とフィットしていない。全然してない。してないね。してないね。いや、本当にね、私、この間アイスショーに3日間通ったんだけど、うん、なんか、やっぱアイスショーであんまり席を立ちたくないわけだよ。うん、そうなると、だいたい私その頃夕方とかに起きたりとかするから、うん、夕方に起きて何か食べてしまうと、だいたいちょうどアイスショーの会場に着いた頃にお腹が活動し始めて腸が活躍し始めるから、はいはいはい、毎日久しぶりにあのこんにゃくゼリーだけで生きてた。朝はすごいなんか痩せそうだけどね。うん、だけど夜焼肉食べたら中華ばっか食べたら意味ないよね。リセットしちゃうね。ラジオネーム陰毛ご飯。はい。外側はこんなに違うのに内臓は大体似たようなものだ。脂肪の厚さが違う。あー、脂肪こ、そっか、外側と内臓の間に脂肪ってものがあったね。そうそう、冷静と情熱の間みたいな感じで。そうだね、脂肪のことを考えてなかった。芋ご飯は人間のほとんどは脂肪で決まる。言い過ぎた。格言のようで絶対違うことを言ったね。ごめんなさい。ラジオネーム謝ったね普通に。うん、謝れる大人になりたい。よかった。ラジオネームペンギンコ。はい。ピノ1個ちょうだいって言われると一瞬友達辞めたくなる。あるねー。そう、ピノはさ、6分の1だからね、1個は。でかいよ。いや、これは、なんだろうね。なんかその、ね、で、なんか、周りにたくさん人がいるとか、まあ、うん、友達と一緒に何か食べてるときに、うん、1個は あげた方がいいかなと思いつつ、ここで言う1個はでかすぎるって時ね。でかいなって思うよね。雪見大福1個ちょうだいって言われたら絶好だよね、もう。あれ2分の1だからさ。いや、でも大人になったらば交渉しよう。それは許すんだ。あ、でも。いや、自らあげるのはいいよ、全然。あのね、大人になったら、うん、もう、半分ことかするな。おぉ。貧しい人にだけあげよう。分け与えるんだね。はい。私でも人のケーキ欲しい。ラフレネーム、粗品のタオル。はい。ネガティブな表現は、ポジティブな人にとってはマイナスかもしれないが、ネガティブな人にとってはマイナスをゼロ地点に持ち上げてくれる力がある。いい言い方！いいこと言うね。そうなんですよ。いいこと言うね。そうです。そうなんだよね。ちょっと上げるからね。うん。ネガティブな反動とかですね。底上げ力。ラジオネームハッピーアワー。はい。リクエスト、ハロウィンの歌。何のことだかわかんないな。うん、ささやかな幸せは、ささやか程度の努力では手に入らない。はぁ、あ、そうね。そ
そうね。ささやかな幸せって絶対ささやかじゃないしね。わかる。私もなんかモテ期の漫画の中で、うん、普通の人生は普通にしてると手に入らないんだよ。入らないよ。びっくりするぐらい。そうだよ。ささやかじゃない。普通じゃない。普通じゃない。そう。ラジオネーム家重フォロワー、人に好かれれば何でもいい。いい。何でもいいよな。何でもいいよ、に好かれれば。嫌われたら嫌だもん。すごいなってる太鼓が。はい。ラジオネーム西尾デルマ。はい。訓にで溺れ死ぬことがあるらしい。伝聞で言うな。以上、ブスはセクゴイでした。それではこの時間に入ってきているニュースを日本放送報道部デスクの畑中さんお願いします。はい、お伝えします。まずは緊迫の国会です。集団的自衛権の行使を解禁する安全保障関連法案は今日の参議院特別委員会で与党などの賛成多数によって可決しました。で、野党が激しく抗議を続け、民主党が河野池委員長の不信任動議を提出しました。で、この動議は否決され、その後河野池委員長は2時間の予定だった締めくくり質疑を行わないまま質疑の終了を宣言し、怒号が飛ぶ中での採決になりました。では夜も更けましたが、現在の国会の状況を日本放送の後藤誠一郎記者に伝えてもらいます。後藤さん。はい。安全保障関連法案は参議院の特別委員会での採決、可決の後ですね、舞台は参議院の本会議に移っています。はい。で、こちらは午後8時過ぎから始まっていますが、野党は徹底抗戦の構えです。この後日をまたいで午前0時過ぎには本会議が再開されます。そこでは中谷防衛大臣の問責決議案が採決されます。その後も野党は問責決議案を連発するなど、法案阻止に向けてあらゆる手段を取ると見られます。で、議員によっては昨日に続く深夜国会となっていまして、与野党がお互い手の内を明かさず、いつ終わるのか先の見えない状況が続いています。控室で本会議が始まるのを待つ議員の顔には疲労の色が浮かび始めています。この後、安保関連法案の可決成立まで国会は与野党のカードの切り合いが続きます。以上、国会でした。つまり今日の採決はほぼないという、はい、今日中はないですね。そうですね。日をまたいで明日、いろいろな、問責決議案などが出された後、参議院での本会議での採決がいつできるかと、朝なのか昼なのかといったところです。はい、わかりました。日本放送後藤誠一郎記者に伝えてもらいました。国会は重大な局面を迎えています。次は南米チリ沖で日本時間の今朝発生したマグニチュード 8.3 の地震で、気象庁は津波が日本の沿岸に到達する可能性を調査しています。で、気象庁では日本への津波の高さは現在のところ20センチから1メートルの注意報レベルという見通しを示しています。夕方開かれた気象庁の記者会見です。おおむね日本の津波の高さは注意報レベルくらいに入るかなというふうに考えております。おおむね高さが20センチから1メートルぐらいと、最終的にはハワイ、あたりの観測地と合わせて判断したいと思いますが、だいたい判明すると思われるのは本日の24時頃で、なお仮に津波が到達する場合、早い場所では北海道東部、こちら早くて明日午前5時半ごろと予想されています。一方、今回の地震でチリでは少なくとも8人が死亡したということです。では天気です。太平洋側に停滞する秋雨前線や低気圧の影響で、関東や東北では明日にかけて大雨となる見込みです。鬼怒川の堤防が決壊してから今日で1週間となりますが、水害があった茨城県では浸水の範囲が広がる可能性があります。で、北海道も雨が降り、激しく降るところがある見込みです。で、九州から東海は晴れ間が出ますが、ところどころでにわか雨が降るでしょう。一方、台風20号ですが、現在非常に強い勢力で、あさってにかけて小笠原諸島近海にかなり接近する見込みで、こちらも警戒が必要です。以上、ニュースと天気予報をお伝えしました。畑中さん、先ほどカモメの卵の栗味、はい、ありがとうございました。なんか
限定品なんか、あ、そうなんですか、期間限定ということで、あ、美味しかったですね、私も美味しかったですよね、カモメの卵ってのは岩手でしたっけ、岩手です、岩手の話ですよね、はいはい、あの岩手にいらっしゃった、あの旅行でちょっとあの被災地の方を回ってきました、はいはい、ちょっとあの見ておきたいというのがありましたもんですから、さらにその後沼津にも行ったと、あ結構いろいろ旅行にちょっと ね、 あのなんか大きなあの、はい、かき揚げ丼が有名だって聞いたんですけどついあのあガショットちょっとよかったです、休暇を満喫されていたようで、いやいやいや、あの、はい、よかったです、エンデルパイもしかもまたなんか後でまた持ってきますと言ってくださって、あ、はい、あの一緒にあのあのまた後でご商売いただいて乾杯しましょう、しましょう、はい、畑岡さんありがとうございました、はい、失礼します、オーナー日本ゴールド、ゴールド、久保光郎、能町みね子のオールナイトニッポンゴールド、球場という球場、嘆くな 横綱必ず上昇と久しぶりにリリックを紡いで見るバラキ相撲がある教習所、あー悔しい、噛んじゃった、ラップっぽく流暢に行きたかったのにな、バラキラップ、うん、今のはうかつに女子をやっていますのバババババラキでした、相撲始まりましてね、なんか波乱だそうですね、白鵬球場ですよ、あんなやるん、鉄壁の白鵬が、いや横綱って私昔ね相撲を見始めた頃なんて、うん、まあ、20年ぐらい前なんですけど、横綱ってもう休むものって感じだったんですよ、私の中では、あすぐ休んでたの、もうなんか 2,3 日出たと思ったら負けて、ポコポコっと負けたと思ったら休んでみたいな人が、まあすぐもうその後辞めちゃうような人だったから、まあしょうがないんですけど、うん、そのイメージだったから、白鵬みたいな本当まるで休まないし全然負けないなんて人は、まあ、貴乃花以来ぐらいの感じで、私の中では。貴乃花も辞め際はもうめちゃくちゃ休んでましたけど、うん、だから白鵬が休むってのはね、もう大ニュースで、まず白鵬の休むこと、白鵬が休場したことによって、横綱としての連続出場の歴代1位という記録がまず途切れましたね。はい。そして白鵬が連続2桁勝利っていうのを、で、これも歴代1位だったんですけど、15日間中10勝する、10勝以上することを、何場所続けてたんだったかな、少なくとも横綱になってから絶対に続けてたので、かなり長いことずっと休みもせずにそれがあったんですけど、それも途絶えてしまったということで、うん、くしくも先場所舞の海さんって、先場所白鵬ちょっと衰えたんじゃないかって言って白鵬自身に軽く叱られるっていう事件があったんですけど、それが一場所置いて軽く実現してしまったような感じがあって、あ今場所舞の海さんが話しづらそう、でもなんかすごい話しづらそうっていうのがありましたが、ただ私は今場所最初の方の4日間ずっと青森にいたんで、うん、全然リアルタイムで見れてないんです、相撲が、うん、もうずっと夜中の再放送とかネットとかで、ネットの公式アプリ500円払って入って見てんですけど、なかなか追い切れてなくてね、まあでもそのこうやってラジオ聞いてくださってファンになった方たくさん今通ってるんじゃないですか、うん、ほんとそうですよ、ほんとそうなんですよ、ね、ちょっとお便りをさらさらっとたくさん読んでみたいんですけど、はい、ラジオネーム北海道アポロガールさん、いろいろと渋ごじ見ましたとか書いてあるんですけど、来週でラジオ終了、秋場所千秋楽前に終了は辛いな、周りにも相撲ファンいないんですものってあるんですけど、私もこれ気づかなかったんだよ、千秋楽前に終わっちゃうんだね、ラジオ。優勝を知れずに、知れずにっていうか、まあその後知るけど、みんなその結果を言えずに、ここで言えずに終わっちゃうのはちょっと残念ですね、知りたかったな、残念ですね、だって今場所白鵬じゃない誰かが優勝するわけだから、ちなみに野町さん誰だと思う、うん、天の富士、テルル、結構テルル、無難な予想だけど、うん、まあ今日なんかこう定石通り稀勢の里が負けまして、うん、あなんか負けそうだなって思ったらやっぱり負けまして、うん、やっぱちょっと厳しいかなと、天の富士かな、土地王山ちょっと頑張ってほしいけどな、うん、お便りたくさん来てるんでちゃんとあの読んでいます。新潟市ミルクノートさん、はい、どうして向こう上面には前の海さんしかいないのですか。そんなことないです。多分ミルクノートさんがたまたま見た時毎回前の海さんだっただけで、あそこは毎日変わってます。あ、他にもいろんな人が入ってますよ。なんなら正面が舞の海さんの時あるからね。あ、向こう正面だけじゃないと、舞の海は。まず舞の海さんは向こう正面だけじゃないし、向こう正面は舞の海さんだけじゃない。あ
なんか愛はおしゃれじゃない、五条面は前の海だけじゃな い, そ, ない、そういうことなんですよ。ラジオネームが書いてない、本名だからちょっと読まずないでおきましょう。こんばんは。いつも隔離を見ていて何か小動物を感じるんですが、うまく例えられません、うん、ハムスターでもウサギでもないけど小動物な感じがしてモヤモヤしています。能町さん、ズバリ隔離は何に似ているんでしょうか。これは何、決まってるってことですかね。決まってるとしたら犬です。あー、2チャンネルとかでは昔からワンワンって呼ばれてますね。うちの犬に似てるって誰かが書いてるから。でも絶対猫じゃないね。猫ではないね。猫が犬かで言ったら絶対犬だもんね。おとなしい犬でしょうね、うん、吠えないね。吠えない犬、全然吠えない犬。なんか叩いたりしても全然もう寝てる犬、ラフレネームムーミンおばさんさん、はい、大阪府、こんばんは、ね、いつも楽しく聞いてます。秋場所白鵬2連敗という波乱の幕開けですね。はい、今日テレビ観戦をしていてふと気になったんですが、遠藤関のしこ名は結局どうなるんでしょうか。確か関取昇進があまりにも早くしこ名を考える間がなかったため、とりあえず本名のままという形だった気がするんですが、私としてはもう遠藤で定着しているので改名は必要ないと思うんですが、これまでの関取で入門から引退までしこ名が本名だった人はいるんでしょうか。います。おう、たくさんいます。和島、横綱和島本名です、うん、あと出島本名です、それから柿添、今で言ったら高安、まあ、遠藤もそうだし、最近で言うと里山、うん、結構いるんですよ。なんかね、私はしこ名つける派なんですけど、どっちかっていうと。だから、遠藤は、置いて風部屋っていう部屋なんですけど、置いて風部屋の昔の名力士、清水川っていう人がいて、その名前を継ぐんじゃないか説が出たんですけど、うん、未だに継ぎませんね。私は清水川を継いでほしいんですけどね。ラジオネームバター醤油の女さん、私事で恐縮ですが、数回前のこのコーナーで昭和のイケメン力士として紹介されていた元横綱吉羽山と同じ出身地です、うん、それは私も知らないけど、そうなんだ、厚田村、北海道厚田村、昔小学校の社会の授業で習った時は全然無名の力士だと思っていたので、能町さんが紹介してくださってとても嬉しかったです。無名じゃないですよ。無名じゃねえ、超有名ですよ。あの高齢の方にとってはね、うん、さて先日の NHK の生活笑百科を見ていたら、元大関三保ヶ関親方の、増山大志郎さん、あ、元三保ヶ関親方の増山大志郎さんが出演されていました。気になって調べたら、現役の歴史時代に歌手デビューしていた経歴をお持ちの方で、しかもそれなりにヒットを飛ばしていたようです。そうなんです、これは、ランキング入ってるぐらいヒットしてたシングルを作ってますね、シングルを歌ってますね、増山。ある程度有名な力士だと、引退後にちゃんこ鍋を経営したり、スポーツ解説者としてご活躍される方はよくいらっしゃいますが、増山のように現役時代から力士以外のキャリアを積まれた方は他にもいるんでしょうか、うん、力士以外のキャリアは、積んじゃいけないからね、基本的に。基本的に力士は力士以外、やっちゃいけませんけど、でも、こっそりお店やってる人は多分いるし、はあ、歌手も他にもいるし、小車親方、元琴風もレコード出してるし、そういうのは実はやってます、うん、また引退後に親方になれなかった多くの力士たちがその後どういう道をたどったのか、ロバシンながら気になっています。ちゃんこ屋です。まあ大体ちゃんこ屋です。最近はでもなぜか焼肉屋が多いですね。あ、なんかやっぱ焼肉みんな好きなんだよね。あとなんか、うん、調理する人用意しなくていいからっていうのもあるんじゃない。あ、焼肉屋、それか、それあるね。と、なんかしくじり先生で元木大輔はそういうこと。うわー、元木大輔参考になる。確かに。そうかも。いや違う、他のやつも聞いた。何、え、違う、最近飲食業の人からその話聞いたんだ。あ、そうなんだ、うん、ごめん。でもそれはあるかもしれない。あの焼肉屋、あと本当に肉が好きな人多いから、うん、なんか大関に昇進するとね、その人のお弁当が作られるんですよ、国技館で。なんとか弁当って、だから例えば白鵬弁当とか、稀勢の里弁当とかあるんだけど、うん、最近豪栄道が大関に上がった時に、大体力士の監修でその人の好物とかを入れるんだけど、あと出身の名物とかね、うんうん、豪栄道はね、ほんと肉だらけなんですよ、確か牛、豚、肉、鶏全部入ってなかったかな。肉だらけの弁当で、それは本人が肉が好きだからってすごい雑な意見で肉だらけになったらしくて、もうちょっとなんかグルメな人大関になってください。あの能町さん、そろそろ時間いっぱいなんですが、はい、あもうちょっとなんかこう本場所中なのに無駄話たくさんしてしまったよ。もう今本場所ね、とにかくあのかなり例外的な場所なんで、相当面白いんで、
見た方がいいと思いますよ。私も、追ってみます。これから全部の録画を見ます。大変です。辛いです。相撲がある教習所でした。ごっつぁんした。大江千里で、向こう水な瞳。今夜ラストのナンバーは大江千里で向こう水な瞳でした。久保光郎の町峰子のオールナイトニッポンゴールド。この番組は東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国20局ネットでお送りしました。はい、今日は3にまつわる話というテーマでメールを募集してきました。いろいろありがとうございます、はい、当選者発表します。はい、行きます。見ました、東京都即席アナルちゃん、広島県の小太りさん、北海道ローションパラダイスさん、東京都コピーカードさん、福岡枠は、福岡県の唐月落花生さんに決まりました、はい、ありがとうございます。他の方もたくさんありがとうございます。ありがとうございました、今週の KN は、どこだっけあった、ラジオネーム家重フォローは、はい、ラジオネームアハ体験、そして白虎隊は即席アーナルちゃんでした。あー、楽しかったね。今日も今日も楽しかった。通常運転、はい、お菓子でいっぱい。なんかお知らせありますか？お知らせないんじゃない？なんかもうだいたいフェスも出たしね。そうなんだよ、はい、うん、来週が最終回って感じです。軽い軽い軽いな。はい、まあ、そうだもんね。では、まあ、そんな感じか。もう他言うことねえべ。特になし。メールたくさん、メール来週たくさんください。特に白虎隊マジでくれ。マジマジです。あのね、すげえのくれ。泣かせは大嫌いなんで他で行こう。そうだね、はい、普通乗りやろう、ね、うん、来週木曜夜10時にお目にかかります。お耳かかるの？あ、来週のお相手は久保光郎と野間千代子でした。今週終わりじゃないよ。まだ終わりじゃないよ今週。